はい、皆さん。えー、ちょっと前回の、えー、ライブ配信の時に、えー、サンフレッチ広島の、えー、プレビューをですね、ちょっと、あの、やる時間がなかったもんで、今回、あの、動画の形で皆さんにちょっとお伝えしたいなと思っております。えー、浦和レッツはですね、 えー、J リーグ現在9位ですかね、えー。ちょっと苦しい戦い強いられてるんですけども、まあ、残りまだシーズン、えー、5試合残ってますからね、えー、ここはね、全力で全試合勝利できるように戦い尽くしてほしいんですけど、まあ、なかなか手強い相手がまだ残ってるんですけど、特に次節の広島、えー、現在3位と、消化試合数がちょっとあの1試合多いんですが、1位マリノスと勝ち点、かつて、 8差、それから2位、川崎フロンターレットは勝ち点3差とね、もう純然たる上位ということで、非常に強豪なんですけどね、その強さの秘密はやはり今期から広島のね、監督に就任したドイツ人監督のミハイル・スキッペさんの指導者としてのね、能力が非常に高いのではないかと、えー、僕自身は分析しています。特にスキッペさんはあの、ドイツの方なんで、 今は僕、ドイツで、えー、取材活動してますんでね、いろいろと参考になる部分があったり、勉強になる部分もあるんで、その点も踏まえながら、ちょっとさらっとね、えー、戦術、図解図なども交えながら、いろいろお話ししていきたいと思います。えー、では、ちょっと皆さんと共有をしてね、ちょっといろいろと話を進めていきましょうか。はい、こういう形ですね。 えっと、まず、浦和の夫人は、ちょっとまあ、あくまでも、予想夫人という形にしました。えー、酒井博樹それから大畑歩が、えー、代表の活動から戻ってきている状態ですね。モーベルグが YBC ルバンカップのね、セレス大阪との準決勝、第2戦欠場してたんで、どうなるかわかりませんが、一応、ベスト夫人はこんな感じなのかなと思って予想してみました。それから、えー、サンフレッチェ広島は、このン 4、1、2のような形多いんですが、まあ、これが、例えばダブルインサイドハーフで、アンカーのような形になる場合もありますね。の津田んがその場合はアンカーで、藤井選手がね、えー、右サイドで非常に対人能力、一対で強いんで、こういう形もありえますね。最近のゲームでは、ちょっとこの松本が入る でノッツだととダブルボランチを組む形ががちょっと多い、えー、傾向がありますねさて、スキッペさんの戦術なんですが、非常にタイトな、えー、チームなんですけど、ちょっとある特徴がありますね。えっ、ー、と、まず、すごく局面に人数をかける印象がありますね。まあ、えー、攻めているときですね。まあ、当然、こう、どん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 こう押し込んでいくわけなんですが、 まず基本概念として、このチーム、サイドから攻撃をね、構築していく傾向はあるんですけど、ここでの人数の書き方が非常に徹底されていて、まあこういう形が主ですかね、これ逆サイドはこういう形でまた、えっ、ー、と、 パーキング的に待ってますけど、まあ、必ずボランチの一人がサポートしつつ、センターバックも、えー、特にセンターバックがこれ攻撃点になること多くて、ここに対してツートップの誰かがまた寄ってきて、それから、えー、ウィングバック、えー、が、えー、ここでまたボールをポイするような形多いんですけど、このチームはちょっと他の今のチームとちょっと経路が違って、あまりそのレーン、えー、アクション、レーンワークを えー、あええてて意識してないなように見えますね、まあ、どういうことかというと、このチーム、常に数的優位を作るという概念が非常に強く思うんですよね。例えば、ボールを入れ込んだ酒井と柏が1対1になるんですけど、必ず誰かが寄ってきて2対1の状況を作る。これはこの局面だけに限,りな限らないんですよね。例えば佐々木が えー、ボール保持したときに、まあ、モーベルグのような、えー、サイドミッドフィルダーがね、こう詰めてくるんですけど、その場合必ずボランチが寄ってくる、それによって2対1の状況を作る。で、この2対1の状況を作るために、えっ、ー、と、あえて別にレーンを分けながら、えー、寄っていくっていう概念ないんですよ。どちらかというと、必ず数的優位を作るための立ち位置を取っているだけで、えっ、ー、と、その場合、例えば、まあ、ちょっとレーンがこう、 重なったとしても、えー、相手に対して、えー、数的優位を作れるんであれば、いいっていうなんか概念がなんか感じられるんですよね。まあ、こういう局面、こういう局面かな、に、うん、なったりもするんですけど、つまりあまりレーンを意識しすぎると、この数的優位を、まあ、瞬時に作り上げられないから、えー、あえてレーンを意識せずに、えー、その局面での数的優位をまず大前提として考える、そ,そういう概念がこのチームには感じられますね。 えっと、これはあらゆる局面でそうなんですよ。例えば、ベンカリファー、非常にこの選手、えー、っと、体重も強く、ポストプレーも上手いにシュート技術も高いんですけど、この選手に入った瞬間に、まあ、ツートップは必ず来ますし、で、この段階で2対2の同数であるわけだから、えー、それに対して、またじゃあ、柏が入ってくるみたいな形で、この狭い局面での数的優位を瞬時に作り上げようとする。 こういう概念ですね。まあ、その際に、例えば、えっ、ー、と、野津田君、ボランチがフォローしてて、こういう形でレーンがかぶってても、別に問題ないっていう概念があるんですよね。な,なんでかっていうと、このチーム、常にベクトルは前に向いてるんですよ。えー、こういう形で。つまり、このゴール方向に、えー、攻撃時におけると、えー、ゴール方向に向かって数的優を作れているから、後ろの人形は別にそんなに、 ただし、ただしですよ、えー、このチーム、非常にコンパクトネスも徹底されていて、こういう形で接近はしていきますね、どんどん。もむしろ、だから、この大枠の、えー、数的優位性もどん,どん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 築き上げていこうとしているっていうチームですね。えーまあ、はめ込むような形になるんですけど、まあ、これね、そして、このチームのメリットは、こうすることによってどうなるかというと、例えば、ここでボールを奪われたとしますよね。 例えば、ショルツが奪ったと。でも、その瞬間にすぐにこのチームはネガティブトランジションを発動して、えー、今度は、いわゆるドイツ、えー、サッカー的に言うと、ゲーゲンプレスが発動するんですけど、ここで即時雑会リィフェンスが始まるんですけど、この際にコンパクトネスといわゆる局面における人数の確保をしているから、よりそのゲーゲンプレスが機能しやすいっていう概念でプレイしているように見えますね。 この場合も例えば、えっ、ー、と、浦和の中央局面はセンターバック2人とトップ下、えー、ダブルブランチがいるとしますよね。その場合、えっ、ー、と、5人確保しているんですけど、サンフレッチェはここで2トップ、えっ、ーえー、と、これはトップ下ですね。それからダブルブランチ、えー、それからサイド、えー、ミッドフィールダー、ウィングバックもこう締めるような形で詰めてくるんで、ここで、あの、数的優位が発生していくと。 こういう概念を持ってますね。で、ここでもしボールがはまらずにゲーゲンプレイスが成功しなかった場合は、えー、即座にこのチームはサイドへボールを誘導していくこうとをしますね。こういう形で。その時のライン形成も非常にしっかりしていて、こういう形で、まあこれスライディングしていくんですけどね。この場合はだから、ちょっとこのセンターバックが出ばるような形になるんですかね。 ラインが非常にしっかりしますね。こういう形で形成していきます。で、できれば、えー、とここで誘導したいんですけど、えー、と基本的にこのス,スリーセンターですね、非常にこれ強いんで、あのなかなか打ち破るの大変ですね。まあ、裏の場合、ワントップを採用している場合多いんですけど、これだと明確に数的距離なんで、必ず誰かがフォローしていく形で前にベクトルを向けないと、 この3センターを打ち破るのはちょっと容易ではないかもしれませんね。た形で、こう、前にボールを、えー、持ち出すと、えー、このセンターバックが非常にフィジカル強いんで、この3人、ここで抑え込んでしまうと。で、まあ、えっ、ー、と、かなりいい形で、えー、攻撃側が攻め立てて、えー、サンフレッチのね、ディフェンスブロックをこうどんどん引いた場合でも、このチームはかなり明確に、えー、こういう形で、 曲弁を狭めながらリベンスしていきますんで、えー、攻略は容易ではないですよね。で、先ほども言った通り、このスリーセンターは非常に強いんで、まあ、このファーストレーンあたりから、もしクロスを上げられたとしても、もう高確率でやっぱりクリアで跳ね返しちゃいますよね。そもそも今の裏は、このファーストレーンからの ク、えー、クロスワークそれほどあのいい、えー、パターンで得点につながってないんで、ここからの単純なクロスでは、まあ、かなりの確率で広島に跳ね返されてしまうんじゃないかなと思いますね。ですから、浦和としては、やはり何度も言ってるように、地上戦に持ち込むために、相手のこの辺りですね。 このポケットを狙うべきだと思うんですが、これもなかなか容易じゃないですねあの。なかなかここまで侵入させようとしませんよ、広島は。ディフェンスブロックも非常にきつ,きついんで、まあ。そもそも、この形になること、結構広島は少ないんですよね。先ほど言った通り、敵陣でのボール保有率が非常に高くって、しかも即時奪回率も高いんですよね。 いわゆるその敵陣でのショートカウンター発動も非常に切れ味があって、えー、パーセントも高いんで、この形になること自体が少ないんですけども、もしこうなった場合に、裏としては逆にね、広島と違って、えー、ポジショナル、レーンワークを駆使した、えー、丁寧なね、えー、ショートポジションが必要になるかと思いますね。えー、っとスキッペ監督の、えー、この戦術、えー、システムについて、ちょっと考察してみると、 えっと、先ほど言った通り、えー、3、4、1、2とかね、それから3、5人の場合もありますね。えっ、ー、と、序盤はね、結構ね、モツダ選手がアンカーでプレイして、インサイドハーフ2人ってパターン多かったんですよね。こういう形の。特にミツダ君がね、あの、新人なんですけど、非常に能力の高い選手で活躍してました。この形、たまにあのー、今のブンデスリーガーで採用しているクラブありますね。 わかりやすいところですと、えー、と遠藤ルが所属している、えー、スットガルトですね、えー、ペジグリーのマテラッツォ監督なんですけど、この、えー、マテラッツォ監督もこのシステム採用してますね。この場合、えっ、ー、と、実はですね、遠藤ルはアンカーじゃなくて、この右のインサイドでプレイすることが最近多いですけど、このだからシステムについては、ドイツの最先端の 今のね、チーム、えー、所属チームでも採用しているクラブありますね。それから、このダブルブランチになる形、えー、とこの形も、えっ、ー、と、ブンデスリーガのね、クラブが結構採用している、えー、クラブありますね。えーまあ、これも代表的なところで言うと、アイントラハト・フランクルト、長谷部トと、えー、鎌田大地が所属している、トランヘフランクルトの えー、オリバー・グラスナー監督はこの、えー、3バック採用してますね。ただし、えー、結構、グラスナー監督の場合はワントップ採用してますね。その場合は、まあ、ダブルインサイドハーフみたいな形。こういう形になることが多いですね。その時、例えば、鎌田大地は今は右のインサイドかな、ハーフで起用されていて、左はマリオ・ゲッツェがプレイしているポジションですね。 で、共通して言えるのは、えっ、ー、と、いわゆる、まあ、裏の、皆さんがね、よく、あの、ご存知の、ペトロブイッチ監督、えー、シャ式とはちょっと違いますね。ミシャ式はかなり、このストッパーがこう攻め上がっていく、例えば、牧野智明がいた時なんかは、こう左で渦巻くような形で、可変していく、かなり特殊なシステムでしたし、 この3人の、えー、と前線トライアングルのコンビネーションですね。パターンコンビネーション、非常に素晴らしいチームだったんですけど、グラスナ監督とかね、それからマテラッツ監督、それからスキッペ監督が採用しているこの3バックはかなり厳格な形で、えー、とストッパーなんかはもちろん、えー、とビルドアップ起点には積極的に関わりますけど、それほどあのリスクをかけて味方選手を追い越す動きはしないですね。その分非常に守備に 関しても強固でであることは確かですよねそれからむやみにポジションを移動しないことでどういう、まあえー、影響が発生するかというと先ほど言った通りトランジションが発生したときですね、えー、特にネガティブトランジションなんですけど、えー、ボールを失って それで守備に移行するときに、えー、それぞれの立ち位置がすでに定まっているから、ポジションを修正する必要はないんですよね。だから即座に、えー、とディフェンスブロックを築き上げられるっていう利点もあるかと思いますね。そういう意味では、えー、スキッペ監督は非常に同一的な、えー、概念を、えー、持たれている監督かと思いました。えー、広島は、えー、今言った通り、かなり数的優位局面を築くことを にに置いていいいてるチチーームムでしかも局面強度が非常に高いチームだと思いますおそらく今の J リーグで一番局面強度が高いんじゃないですかね。これもドイツ人監督の特徴かもしれませんけど、この強度を非常に選手に求めているかと思われるんですけど、それがディフェンダー中盤だけじゃなく、フォワードの選手もそうなんですよね。特に危険なのは、えー、とナッシム・ベン・カリファーですよね。 えー、彼、非常にあの、えー、フィジカル強くて、対人も非常に当たり強いんですよ。まあ、J リーグで最初ね、プレーした当初は、非常にちょっと荒い印象を持たれた方もいるかもしれませんが、まあ、ベンカリファーからしたら、おそらくヨーロッパでやっていた普通のプレーを今、J リーグで実践しているだけだと思うんですよね。 あのもちろん、ちょっとあの行き過ぎてしまって、ファウル取られるプレーも多かったですけど、最近はその手もスマートになっていて、えー、強度は保たれたまま、非常に強烈なチャージをかましてくるんで、えー、これは非常に裏としても警戒が必要ですよね。 えっと、元を正すと、フォワードにもそのあたりの守備強度を求めているわけで、えー、この広島のチーム全体の、えー、組織力が高まっているのも必然かと思いますね。ということで、さらっとした形で、えー、今、プレビューをね、ちょっとあの行ってみました、えー。詳細については、また、裏県プラスのね、えー、有料サイトの方で、原稿でね、まとめたいと思いますんで、えー、もし興味がある方は、ぜひ見ていただければと思います。 えー、というわけで、えー、以上、今回はこんな形で締めたいと思います。